はい、どうもこんにちは。ダヴィンチメモと申します。今回はサイドテロップを簡単に作っていきたいと思います。サイドテロップとは画面端にあるこれのことです。オリジナルで作る方法もありますが、今回はテンプレートをアレンジして短時間で使い回しの効くサイドテロップを作っていきたいと思います。すでにテンプレートでサイドテロップを作っている方もいらっしゃるかもしれませんが、テンプレートを使う際にもう少しここが設定できたらいいのにとか、毎回一調整大変だなぁと感じたことはありませんか？今回はなるべく自由度を上げる方法と、毎回調整しなくてもいいようにする具体的な方法もお伝えしたいと思います。それでは編集に行ってみましょう。今回はこの3つの順番に説明していきたいと思います。はじめに選び方ですね。選び方についてはテンプレートたくさんありますので、使いやすいテンプレートはどれかというのを説明します。次にそのテンプレートを使った設定の仕方ですね、配置ですとかフォント色の設定について説明します。次に、設定画面だけでは自由度が低いので、設定画面以外でもいろいろな設定をすることができますので、その方法をお伝えしていきます。はじめに選び方です。まず今回使うテンプレですが、エフェクトライブラリーのタイトルの、フュージョンタイトルですね、の中段あたりにある、このシンプルボックス1ラインローワーサードというものです。これをタイムライン上に持ってきてください。今回はサイドテロップが見やすいようにあらかじめ単色の背景を設定しています。で、このシンプルボックス、ライン・ローワー・サードが、何がいいかということですけど、今回選んだ観点は3つになります。1つ目、伸ばしても表示位置が固定されている。サイドテロップなので、この状態から伸ばして使うのが基本になると思うんですけど、一度再生してみますが、伸ばした時に、表示位置が固定されていることですね。サイドテロップは画面上にずっと映ってますので、この位置に固定されているということは重要になってきます。サイドテロップによっては、伸ばすことによって、こう再生している間、常に何か文字が動く場合ですね、ちょっと伸びていったりとか、そもそも文字自体がどっかに行ってしまったりということもありますので、まずはこのクリップを伸ばしても、同じ位置に表示してくれてるっていうのが一つ目のポイントですね。で、二つ目としては、背景がついてることですね。これ後ろに分かりづらいんですが、これ文字に対して背景がついていますが、この背景がついていないと、後ろに映っている映像、画像によっては、このサイドテロップの内容が見づらくなりますので、背景があるテンプレを選んだ方が良いかなと思います。2つ目に、自分としてはここ重要なんですけども、この配置ですね。配置を細かく決めれるもの。具体的に言いますと、このクリップ選択していただいて、右側の設定画面ですね。ここの設定に、このポジションですとか、この横の位置ですね。位置を決めるものとか、あと H アンカー、V アンカーですね。これがあるものがいいと思います。ここの設定をすることで、この文字数が変わったとしても、特に位置を変えることなく毎回使えることができますので、サイドテロップを毎回使う方にとっては、位置調整をしなくて済むということで使い回しやすいかなと思います。この3つの観点で今回はシンプルボックス1のラインローワーサードを選んでいます。で、続いて使い方になります。まず使う前に文字を入れていきたいと思います。まず初めにやりたいこととしては位置調整になります。位置調整をする場合は、右上に
サイドテロップをつける場合は、この H アンカーというものをレフトからライトにしてください。V アンカーというものをこのボトムからトップにしてください。この状態でポジションを設定していきます。こんな感じですね。なぜ今のこの V アンカーと H アンカーの設定をしたかといいますと、例えば文字数が変わった時もこの位置が変わらないんですね。いくら文字を入力しても、まあ、見切れることもありませんし、2行にしたとしても問題ありません。で、ここの設定が違っていると、例えば H アンカーをレフトにしてしまうと、まあ、見切れてしまったりですね、こっちもトップをボトムにすると見切れてしまいますので、右上にする場合は H アンカー右、V アンカートップにしてください。これ左側にしたい場合はレフトですね。レフトにした状態で位置を合わせてやって、まあ、文字入力してもらえれば左から入力されるので見切れるといったことがありません。あとは、フォントを設定していただいたり、まあ、文字の色を設定していただいてもいいですし、背景ですね。まあ、これデフォルトちょっと透明になってますけど、見づらければ、透明をなくしてもらってもいいですし、この背景の形ですね。このラインのところのラウンドエッジというものを変更していただければ、ここに丸みをつけることもできますし、ラインの高さや横幅ですね、も変えることができます。はい、これだけでも十分サイドテロップとしていいかなと思います。あとは、例えばこれを2段にしていただいて、自動再生します。まあ、メインテーマがあって、まあ、サブテーマを下に表示させてもいいかなと思います。こんな感じですね。はい。簡単な使い方としては以上になります。次に、まあ、もう少しオリジナリティ出したいよということであれば、ちょっとこれから設定がある程度自由になる方法をお伝えしていきます。まず、サイドテロップを右クリックして、フュージョンページに飛んでください。テンプレはこのようにフュージョンで作られています。このようにフュージョンのノードがまとまっていますので、右クリックで、エクスパンドグループを押すと、フュージョンのノードが展開されます。今回このサイドテロップの背景や文字は、このメインテキストというところに入ってますので、選択していただいて、右側のインスペクターですね。何も表示されてませんが、このメインテキストのところをダブルクリックしてもらうと、設定画面になります。今回、背景を変えていきたいので、このシェーディングタブですね。これを選択していただいて、シェーディングエレメンツ、セレクトエレメンツの2を選択してください。で、今回はこちらのサイドテロップの形を変えたいと思います。下にあるシェアですね。こちらの X を変えると、このように背景がどんどん傾いてきますね。少しこちらが切れてしまってますので、エクステンドホライゾンタルというところで横を少し伸ばして、こんな感じですね。メインのテロップはこの形でいきたいと思います。一度エディットページに戻っていただいて、再生してみます。こんな感じですね。次に、サブのテーマも右クリックでフュージョンページに飛んでいただいて、同じように
この塊のノードを右クリックしてエクスパンドグループ、そうすると展開されますので、メインテキストを選択していただいて、メインテキストの文字をダブルクリックしてください。そうしますと同じように設定画面出てきますので、シェーディングを選択していただいて、同じくセレクトエレメンツですね、これで背景の設定をすることができます。こちらは文字ごとに背景を出していきたいと思います。ここにレベルというものがありますが、これテキストと書いてあるのをキャラクターにします。少し分かりづらいので拡大しますが、文字ごとに背景がついてます。少しこの間隔が空くように、先ほども設定したホライゾンタルで背景を小さくしていって、こんな感じですね。ここで一つ注意点がありまして、すべて設定変更はできるんですけども、このひし形の隣にこの矢印マークですね、これが出ているところに関してはキーフレームが打たれてますので、もし設定される場合はキーフレームとともに設定する必要があります。少しアニメーションを動かしてみますが、こちらの値に変化があります。こんな感じですね。ですのでこちらのキーフレームとともに設定するのはいいんですが、キーフレームの設定はしたくないよということであれば、このマーク以外のところを設定しましょう。一度エディットページに戻っていただいて、それでは一度再生しましょう。メインテーマが出て、サブテーマが出て、サブテーマが切り替わってという感じになります。その他のバリエーションについて軽く説明しますと、このアペアランスのところのこのアイコンですね、ですと枠になります。例えばこの枠をもう少し太くしようとすると、このチックネスのところで太くすることができますし、この枠線を小さくすることで、このサイズの Y のところを小さくすることで、直線にしてこのピボットの Y ですね、ここを下げてやると下線のようにすることができます。この設定内容については本当にたくさんの設定がありますので、この設定の仕方については別で動画を上げてますので、そちらも良ければご覧ください。今回は一つのテンプレートだけを例にとって設定の説明をしましたが、位置調整もこちらの設定でやるよということであれば、今回のようにこのノードを展開して直接ノードの設定を変更してやることで、いろいろなサイドテロップを作ることができます。皆さんも試してみてはいかがでしょうか。本日の説明は以上になります。